皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もソウルナイトで遊んできます。さあ、こちらに書いてあるマルチプレイってあれなんですよね。同じ Wi-Fi じゃないと遊べないみたいで、残念ながらライブで一緒にお遊びしたかったんですけどね、遊べないんですよね。さあ、今回はキャラクターアンロックしていきましょう。エリートナイトですね、今回ですよね。わあ、お高いお楽しみにと、パンダちゃん。さあ、ではエリートナイト行きましょう。お、来ましたね。初めて使うから分かんないですけど、どんな感じか。お、デイリーボーナスいただきます。ガチャとかもあれですよね。ニンブラントありますね。チャレンジ、敵の出現数が増える。新しいステージが進んだ時にランダムで使用キャラ。へえ、なんかいろいろありますね。なんでしょうね。なんか、ウォンテッド。似たような方お倒ししたことありますけどね。関係ないんですかね。通算で倒した数とかじゃないんですかね、きっと。さあ、一面からですね。私、今のところ、多分、二面がギリギリクリアできるぐらいですね。頑張って。あ、このモンキーちゃん。あ、ここで出てくるモンキーちゃん倒せばいいんですね。15体。うわ、ちょっと待って待って。技は何ですかね。おぉ、火力がすごい。操作が、操作がちゃんと効かない。最近な、なるほど、スマホの調子悪いからですね。そして花粉症になりかけて、まあ、ほぼなってますけど。もう大変ですね、花粉症。昨日はお薬屋さん、薬局にですね、なんか薬を探し行ったんですけど、なんかやっぱ飲み薬はちょっとですね、あまりまだ飲みたくないので、ですので、どちらかというとガードしたりとかですね、そちらの方で探せたら、なんとスプレータイプのですね、なんか、なんですかね、バリア貼るスプレーですか？花粉症とかウイルスとか、のスプレーを購入してまいりました。で、今も先ほど振ったんですけど、4時間に1回振らないといけないですよね、シューって。あ、右側に宝箱ある。まあでもメーカーさんによっては1日1回だけでいいのがあるんですけど、でもなんか1日1回だけってなんか、あまりなんか効きそうなイメージないんですよね。途中から効果薄れそうな気がするんですけど。ですから4時間に1回まめに私はですね、ちゃんと顔に向けてシューって振ってるんですよ。さあ、お、パワーアップ出ましたね。わあ、ペットと仲間強化しましょう。猫ちゃん強くなりますか、これで。これ、一ステージずつワープするときに、ランダムなんですね、確か。今のパワーアップが出るか出ないか、運なんですよね。出るときもね、出ないときもあると。で、出るときは出るときで、内容が、どれが出るかわかんないと。わかんないようですね。内容が。回復したい。お、下が宝箱ですね。皆さん花粉症とか大丈夫ですか？あ、なんか見たらもらえるんですかね。なるくんはもう、今年なったような感じですかね。正式にかもかね。まだ病院行ってませんけど。大体あれですよね。ラジオとかを聞いても、花粉症かなって思った方はもう花粉症ですよっていうなんか言われてましたよね。ですから、なるべく花粉を体の中に、体内に入れないようにしないと。お、エネルギーポーションで回復したから、アサルトライフル使えますね。さあ、お願い。何かパワーアップ、ダメですか？出ないですか？この前、ライフとかも出ましたので、ライフも増えますよ。1個取ったら4つ増えてたので10になりましたね、ライフが。まあ、シールドが増えるのも嬉しいですけどね。あと気をつけないといけないのは爆弾ですね。マップに爆弾がありますので、爆弾だけは気をつけてないと。ものすごく減っちゃいますからね。あ、撃てない。混乱かなんかですかね、このマップ。よーし、アサルトライフも強い。
ゃんと視界に入ってないと変な方向落ちちゃうから。いやー楽しいですね、こういうゲーム。遊べば遊ぶほど強くなっていったりとかですね。お、M14。これ何ですか？ちょっとわかんないですけど、多分こっちの方が強そうな感じがしますね。古いピストルはなるべく持っておきたいですよね。これ消費しないからエネルギー、まあ、火力弱いですけど。やめてやめて、危ない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 。ああ、避けきれない、避けれた。よし。まあ、相手の方が回復しない限りは、弱い武器でも当て続ければ勝てますからね。さあ、ナミクジちゃんですか、これは。このおサルちゃんは15体を倒しておきたいですね。下がワープと。あー、びっくりマップも、マークもあれですよね。ウリボーちゃんとか出るから、行きたいんですけど、エレメンタル属性の弾？クリティカルヒットした時限定で。あー、彫像の効果ってなんですかね。私もまだこれ3回目の配信ですからね。武器のコンボ回数増やしますか。その自販機を見て。何が出るかわかんない。じゃあまだいいですか。どちらかというと回復とかに使いたいですね。先ほどのショップで。危ない危ない、当たっちゃう、危ない。これ近づいたら接近で、接近攻撃してくれますので。ドバンドバンと。うまく避けてですね、接近攻撃もしないと火力が足りないですからね。多分もうちょっとでボス数ですか。今何ステージでしたっけ。おっと、ロケット花火撃たれてる。懐かしいですね、ロケット花火。昔お遊びしてましたよね。ピューンって公園とかで。でも公園も確か花火とかダメでしたよね。わっ、止まった。危ない。武器を変えて。うわー、お、強い。よし、アサルトスナイパーライフ。ん？何ですか？壊れた刃って何ですかね。ちょっと下行きますか。フリボーちゃん、フリボーちゃん。あ、違う。あー、よー、この前なんか失敗したやつ、連星炉。なんか、でも変えてみますか。はい。何が出るかなと。え？変わってなくないですか、これ。強くなったんですかね。まあでも確率的にまた同じのが出来上がるっていうのもないこともないですからね。さあ、残弾がなくなった場合は、そうですね、近接攻撃できると。1-5。よし、あの緑結構、いや、お強いですからね、ちゃんと避けないと。3回撃ってくれるんですね。危ない危ない。あそこにいらっしゃった。おー、一撃。あ、テイク。あー、でもやっぱりちょっと消費が激しい。ちゃんと回復してと。お、左に宝箱。宝箱ってワクワクしますよね。わ、高い。エネルギーポーション27も。27コインですか。自然に回復したいからですね。あともう敵弾倒してから、アイテムで回復するしかないですか。他に方法あるんですかね。あとはスキルで、あー、当たった当たった当たった、危ない。スキルで付与も確かできたと思うんですよね。敵を倒したときに確率でなんか回復するみたいな。さあ、ボス戦に向けて貯めておきましょう。
結構近接お強いですね。あ、右側がボスちゃんっぽいですね。ウェイター、お茶一杯いかがで、なんですか、あ、書いてあった、バフスロットを追加してくださると、ちょっと気になるから買ってみます。お味はどうと。どうなったんですか、なんか変化が 見受けられないですけど。来ましたねボス、古代の巨像、なんかにっこりされてる感じがする。うわこれも強い、あこれ攻撃してくださらない、さあ必殺技、おっと、あーダメ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 、なんかあやれちゃった。じゃあちょっと動画見ていきます。そう動画はこれあれでした、すればすぐ、復活して次やれた時に、動画見れますってことですね。そうですね、この後動画に強制的になるんですよ確か。さあ残念ながらゲームオーバーですね。ちなみにエリートちゃんって何か特性的になんか違ったんですかね、ちょっと私違いがよく分からなかった、普通のナイトちゃんと。まあエリートナイトちゃんの方が多分強いんでしょうきっと。ではメールアドレス、これはあなんか次のありますね。ああ、戦隊モンスター私倒したんですね、結構忘れてたからですか。お、ジェムが1000個も、嬉しい。じゃあ任務は達成できたんじゃないですか。達成していない、あと4体倒してなかった、悲しい。ナメクジちゃんは、お、来てる、ん、これはどこでいただいたら、この横の警察官か、あ、ありがとうございます、やるじゃないかと。あ、これでハンターがあれなんですね。あーもう2回はダメと。クリスマストレントさん出会ってないですね。暴走イノシシも、あー自販機も作れるんですね、いいですね。まあまだまだなんかいろいろできそうですね、楽しみですね。さあではですね、今回の動画以上させていただきます。他にもゲーム実況ですねたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですねありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。